い、こんにちは、まめと申します。まじじる実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで、前回ヒットリーがお亡くなりになってましてなってましたね。すごくショックで私悲しんでおります。ということで、メガちゃんの過去をね、なんかさっきからすごいリア充な過去を見せられているんですが、うおー、アキちゃんに会いたくなってきた。いや、いつも会いたいけど、いつも以上に、ん？あれ？花ぴょんの姿の花火ちゃん？花火ちゃん？待って、アキちゃん？アキちゃんなの？アキちゃんなの？アキちゃん？アキちゃん？ねえ、アキちゃん、目を開けろよ。なあ、目を開けてくれよ。なんでこんなところで死んでるんだよ。くそ、花火ちゃんを追わないと。必ず戻ってくるから。本当に花火ちゃんかはわからない。量産された花火ちゃんじゃないのかな。セーブですか。戦いが始まりそうですね。何か嫌な。待て、本当に花火ちゃんではないよね。くそ、え、メグちゃんだった気がするけど、まあいいか。お姉ちゃんが向こうにいる気がする。早く合流して火をつけたやつを探さなきゃ。アキ、お姉ちゃん、アキお姉ちゃん、どうしたの？ねえ、ねえってば。くそ、見失った。ウリンちゃん、ウリンちゃんは大丈夫？来ないで。お前だろ、お前がアキお姉ちゃんを。私知ってるから、本で見たから。人体実験の成功者は理性がなくなるのを薬で抑えてるって。メグちゃん、お前だろ。薬飲んでるところよく見かけたもん。よくも、よくも、アキお姉ちゃんを。違う、落ち着くんだよ、リンちゃん。司令官を殺したのも、メグちゃんでしょ。だって、メグちゃんはアキお姉ちゃんを好きだったもんね。私たちの代わりに殺したんでしょ。そっか、花ぴょんとグルだったんだね。だって花ぴょんなら、監視カメラに映らずに司令室に入れるもん。司令官を殺して狂っちゃったんだね。それでアキお姉ちゃんを殺したんだね。俺じゃない、やったのは花火ちゃんだ。嘘だよ。じゃあなんでそんな血まみれなの。これは、ねえ、それ誰の血？アキお姉ちゃんの血でしょ。アキお姉ちゃんの血だよね。アキお姉ちゃんを殺した時についたんでしょ。そうでしょ。ウリンちゃん頼むから一度冷静になって。私が仇を取らないと、私が仇を取らないと、私がお姉ちゃんの仇を取らないと。なんでこんなことに。合流してたのはさ、本物のウリンちゃんじゃなかったってこと？ウリンちゃん、話を聞いてくれ。私はアキお姉ちゃんの仇すら取れない。アキお姉ちゃんの魔法の武器がないと何もできない。アキお姉ちゃんが作ってくれないと、アキお姉ちゃんが作った武器
じゃないと使えない。メグちゃんを殺せない。アキお姉ちゃんが作った。アキお姉ちゃんが作ったもの見つけた。ウリンちゃん、そういうことだよね。アキお姉ちゃん、そういうことでしょ。アキお姉ちゃんが今までずっとずっと作ってきたものがあるよね。あるよね。アキお姉ちゃんの体が、アキお姉ちゃんの細胞一つ一つが、アキお姉ちゃんが作ったものだよね。どうなっちゃうの？ウリンちゃん、なんてこと。死体を動かすなんて。アキお姉ちゃんが私のために作ってくれたからだ。私が操ってずっと一緒にいるからね。だからまずは邪魔なメグちゃんを殺そう。アキお姉ちゃんもメグちゃんを殺したいよね。ね、そうだよね。一緒に殺そう。さあ、死んじゃえ。ウリンちゃん、やめてくれ。まあ、マジで？くそ、なんでこんなことに。なんとか隙を見て、二人のうちどちらかを止めるさえすれば。だけど、どうする？魔物や魔獣はここにはいない。どうやって止める？そうだよね、魔法使えないじゃん。メグちゃんの体力、赤い地面にいるとダメージを受けます。安全な場所に移動しましょう。5回ダメージを受けたらゲームオーバー。とにかくチャンスを待つんだと。なるほど。怖いです。やだよ、怖い。次は中継そっち。怖い。真ん中にいよう。あの武器は換気扇？火の弾丸か。十字キーで魔法を展開させて火の弾をガードしろ。はいはい、上横。めっちゃ押す。もうさ、もういい、もうやばいんだけど、一気にめっちゃ押すんだけど。あ、急に変わるからびっくりする。びっくりするって。間に合わない。無理だよ、間に合わないよ、間に合わないよ。次はまた火の玉。そういえばどうして魔法が使えるんだ。まさかアキちゃんを魔物だと。もう人間じゃないって判断してるのかよ。くそ。はい、ガードしろと。もうこれはね、もう全部ね、出していくよ、全部出していくよ。終えて。ちょろちょろとうざいな。アキお姉ちゃん、行っちゃえ。これが最初で最後のチャンスだ。アキをタップして止めろ。連打か。え？え？と、今、ね、合ってるの？ギュって抱きしめる。うわあ！ペグちゃん死んだでしょ、これ絶対。悲しいんだけど、みんな、なくなっていくんだけど。なんで、なんでアキお姉ちゃん動いてくれないの。俺の魔法で囲むと魔力を遮断するんだ。アキちゃんが俺を直接狙ってくれてよかった。確実に動きを止めることができたから。ありったけの魔力を込めたんだ。俺が死んでも一日は消えないぞ。これでアキちゃんはもう。やめて、アキお姉ちゃんを返して。私を一人にしないで。メグちゃん、ごめんなさい。もう殺そうとしないから、謝るから。ア
きお姉ちゃんを取られそうだからって意地悪もしない。いい子になるから、また三人で。ウリンちゃんはいい子だよ。お姉さん思いでとっても優しい子だ。メグちゃん許してくれるの？許すも何も怒ってないから。本当？ああ、自分を責めないでくれ。メグちゃん、花火ちゃんに気をつけろ。やだやだやだよ。To be continued。 今もう生きてるのは中脇くんと日和ちゃんとウリちゃんだけになっちゃったじゃん。あ、羊もいますか。羊もいましたね。ちょっとどうなっちゃうの、悲しいんだけど。アキチョンメグチョンコンビが死んだのすっごい悲しい。もう見れないの？そしてなんでさ、花火ちゃんは動いてるの？っていうね、気になるところですよ。花火ちゃんがみんなを連れて行っちゃったよ。でもなんかあの人体実験の賜物なんでしょうね、花火ちゃんは。多分そういうことなんだろう。変身、花火ちゃんの衣装になってるよ。ヒヨリンかわいいです。いやー、一番大興奮しましたね、そこが。ひよりちゃんが花火ちゃんの。はぁ、ちょっともう、悲しすぎて。お鼻がジュルジュルでござるよ。そしてめっちゃ気になるんだけど、なんでこんなことになってるの？っていうね。はぁ、次回予告、かっこ嘘！楽しみだ、なんだなんだ、先生になってるじゃないか、司令官。おい、ガキども席につけ。はいよー。このクラスに転校生が来やがった。マジ？女の子かわいい？うるせえぞ、メグちゃん。メグちゃん言うな。不潔。ちょ、アキちゃん？うるさい。おーい、入ってこーい。花火ちゃんじゃないか。一応自己紹介しろ。あの、私、歌方花火っていうもん。おい、どうした？舌を噛んじゃいました。あ、君は今朝の、あ、前回の予告から繋がってんじゃん。あなたはさっきピンクの子か。いちごパンツちゃん。ピンク同じクラスになった花ぴょんとなっちゃん。これからどんな学校生活が待っているのか。というわけで次回のマジチルは、伝説の信号機の下で。ときメモかな。お届けします。あれ、ヒロインって私じゃないの？そうだよね、ひよりちゃん。あ、めっちゃ可愛いです。これはミワシーバさんですよね。うん、いやー、素敵絵でございます。かわいい。すごいさ、ヒヨリンがセクシーなんだけど。はい、ということで次回がとても気になるじゃないかっていうところで、はい、マジチル第2話終わりたいと思います。第3話超絶待っております。誰が犯人なのかね、全然わかんないもんね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次回の実況でお会いいたしましょう。バイチー。